それでは議論主張より読み上げて。それでは大変恐縮でございますが、旧市の市長を代表として私が、読み上げをさせていただきたいと思います。そのまま全文をですね、読み上げさせていただきます。小田原武市の、宮古島市長をはじめ旧市の市長で連名でございます。後ほどまた名前につきましてはご確認していただきたいと思います。市長合同記者会見による公開質問について前略連日お疲れ様でございます。さて、私たちにとって最大の課題は世界一危険な普天間基地の危険性を除去することです。そして基地返還を一刻も早く実現し、跡地活用で若者の雇用をはじめ県民の夢と希望を叶える沖縄大躍進を実現することでございます。そこでこのほど私たちは基地に対するさまざまな疑問について合同記者会見を行うことといたしました。つきましては下記の質問に対して真摯なご回答を賜りますようお願い申し上げます。質問1、辺野古反対と言っていればいい。基地はオール沖縄県民の心は一つと主張されています。しかし県内11市のうち私たち9市の市長が基地とは心を一つにしていないのが実情でございます。その理由は様々ありますが、主な理由として基地は県内41市町村の組長及び議長で県白書へ参加署名を求める際、保守系組長に辺野古について我々は反対しても国の方針は変えることができないと思う、反対することで均衡策が多く取れる、我々はどんな情勢になっても県政を支えようと発言されました。その基地が唐突し知事選に突如知事選に出馬を表明され、何の具体策も示されないまま、いまだにただ反対だけ言っていればよいという無責任さに私たちは呆れ返っている次第です。さらに17日の公開討論会で基地はこの件に関し否定されたようでございます。こうした議連に対して県民に対して納得のいくご説明をいただきたいということでございます。